こんにちは、梅村です。先日、バレンタインの日にバレンタインアートを描こうというね、ライブ配信をしました。で、その時に、誘導瞑想をね行って、そしてその後で、バレンタインのねアートを描いたんですけれども、この誘導瞑想を私のもう一つのチャンネルの方で、ライブ配信をねしてしまったので、間違えたライブ配信をしてしまったので、その部分をねちょっと編集して、今日ねこちらでご紹介しようと思います。それでこの誘導瞑想なんですけれども、バレンタインの日に行った誘導瞑想ではありますけれども、自分のために自分にご褒美をあげる、ね、そんな誘導瞑想ですので、いつでもね使えると思いますので、ぜひ、ご覧いただいて、アートね描いていただければと思います。ではご紹介していきます。はい、じゃあ今から、やっていきたいと思います。はい、いいですか皆さん、大丈夫かな。はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあね、軽く目を閉じてください。はい、そしてまずは、呼吸にね意識を向けていきましょう。今ある息をゆっくりと吐き出していきましょう。吐き出したら鼻から新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んでいきましょう。そして口からゆっくりと吐き出していきましょう。しばらくご自身のペースで構いませんので、呼吸にだけ意識を向けていきましょう。息を吸い込むときに安らぎに満ちた新鮮な空気が鼻から胸いっぱいに広がっていき、そして息を吐き出すときには、体の中でいらなくなったものが黒い煙となって外側へ出ていく。そんなイメージをしながら深呼吸を行っていきましょう。今はただ呼吸にだけ意識を向けていきましょう。一呼吸するごとに体がリラックスしてきます。ゆっくりと深呼吸をしていきましょう。それでは深呼吸のことも忘れて普段の呼吸へと戻していきましょう。今から私の言う言葉に耳を傾け、イメージしてください。まずはハートに意識を向けていきます。胸に手を当てても構いません。あなたの胸の奥を感じてみましょう。感じることが少し、苦手という方は、胸に手を当ててみてください。そして、手と胸の温かさ、重み、それらを感じてみてください。今、あなたが意識を向けている胸の奥の方を感じてみましょう。
胸の奥の方にあなただけの楽園があります。その楽園は色に例えると何色でしょうか？あなたのハートの奥の方にある楽園はどんな色をしているでしょうか？感じてみてください。そして、その楽園を感じてみたとき、少し疲れているな。もし、そう感じたら、あなたのハートへ光を当てていきたいと思います。頭上からゴールドの光があなたのハートへと降り注がれていきます。そんなイメージを持ちながら、光をハートへと当てていきます。あなたのハートめがけて、天からゴールドの光が降り注がれています。シャワーのごとく止まることなく次から次へとゴールドの光があなたのハートへと降り注がれています。先ほど感じた色が少しずつ変化しているかもしれません。あなたが心地いいな、そう感じるまで、天からのゴールドの光を、あなたのハート、内なる楽園へ降り注いでください。そして、ゆっくりとリラックスをしながらゴールドの光を受け取ってください。今日はこれからアートを描いていきます。いつも頑張っているあなたへ、あなた自身がご褒美として愛を送ってあげましょう。あなたがあなた自身に送る愛、それはどんな形でしょうか？どんなメッセージでしょうか？色に例えるとどんな色でしょうか？あなたがあなた自身へ送る言葉があるとするならば、どんな言葉でしょうか？いつも頑張っているあなたへ、あなた自身が愛を込めてメッセージを送ってあげましょう。そしてあなたがあなた自身を
ぎゅっと抱きしめてあげてください。十分にあなた自身へ愛を送ることができたら、今からあなた自身へあなたがバレンタインの跡を描いていきます。今日は誰かのためにではなく、あなた自身のためにあなたがあなたの愛を描いていきたいと思います。では先ほど感じたハートの色、そしてゴールドの光が降り注がれ、あなたの内なる楽園、その色、それらをしっかりと覚えておいてください。今から目覚めていき、アートを描いていきたいと思います。それでは、少しずつ体を動かしながら、今、この空間へと戻ってきましょう。ゆっくりで構いません。手を動かしたり、足を動かしたり、背伸びをしたり、体を動かしたりしながら、少しずつ今この空間へと戻ってきましょう。ゆっくりとで構いません。100% あなたの肉体に意識を戻してから、静かに目を開けていきましょう。十分に意識が戻って、しっかりと体に意識を戻してから目を開け、でそして画面をお願いします。はい、いかがだったでしょうか。誘導瞑想をね、ご紹介しました。ぜひよかったらね、誘導瞑想を聞いた後描いてみてください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。